水水あーエモい激エモい天才的次普通にこっち見て歩いてきて了解ですゆっくりはいよーいどんこれ誰顔やこれ誰顔やこれお前さモデルじゃなくてお前専門家の顔してんだよ今お前この辺のトークやっぱ被写体慣れしてるからな確かに慣れてるすごいめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗女優かこいつビビるこのまま電画電画ついに来ましたこの時がご報告というか、まあ、後輩にもまだ言ってないんですけどもなんとですねこの度カンコレに出場決定しました。あんまり騒ぐと下に聞こえるかもしれないからちょっと控えめです。すいません。僕の結構 YouTube で叶えたい目標の一つに、みんなで大きい舞台に出るっていうのは結構長年の目標だったんですよね。まあやっぱり基本的に大きいイベントってなると、まあ、花尾伝願が主体で、まあ後輩、いつもね、出てくれてる後輩とかっていうのは、まあお留守番してもらったりとかが多くてですね、やっぱりなかなかね、こう後輩たちと一緒に騒げるっていうことがなかったんですけども、この度ですね、なんと、花尾伝願以外にも、後輩メンバーの出演もできますよと、言ってくださったんで、下にいる後輩にね、そのことをね、今から告知しに行きたいと思います。くっそ。くっそ。すん、何やと思う今日のドッキリ。え今日のドッキリ今日のドッキリ何やと思うあの、服の金額の給付チェックです。おじゃあそれやろうかな。それやろうかな。とりあえずドッキリしたいっていう気持ちだけ持ってきたんですかいや、持ってきたね。その、完全に。永続に持ってくる心が、楽しむ心みたいな。心構えは完璧。ドッキリをやりたいという心みたいな。じゃあ、ピロマルで聞こう。ピロマルの目標何 ?YouTube においての。目標、うん、真面目な回ですかもしかしていや、まあ、どう答えてもいいんじゃないか邪魔でも私の目標は誰から見ても YouTuber って言われる YouTuber になりたいですおー何そんなのがあったのおー結構なんか応援したくなる夢やなんかそんな悪いのまだ YouTuber と思われてない説ってことまだ一般人かなみたいな意見もあるじゃないですかああどうなんやろなでも3年やってきてるわけやでもなんか梅田で歩いてて全員が全員こいつ YouTuber だって思うぐらいのそれ知名度それ渋いな俺感じちゃいますじゃあオッティはオッティ僕ですかなんか楽しいことをしたいんですよ楽しいことをして楽しいことそれ何なんだ例えば例えば入ってか例えば本題入るかこっから例えば怖いワンチャンまだ抜けれるまだ抜けれる例えばあでも一個言いたいのはイベントをしたいですおっとこれはイベントイベント例えば間違えたりとかなくなっちゃった確かにね。いけるなら、まあ、確かに。会場借りて。え、それを踏まえて飲める。ああ、違う。え、あれ、いいパス出したっしょ。結構今な。いいルート中でした。もうあと5キロ、あと3キロか。やりたいイベントとかある。聞き方変わった。イベントって具体もうちょっと具体的に言うと何人動員してなるほど行ったれあでも大阪なんで京セラドーム京セラドームおっと京セラドームいやでもえ動物だしということは分かったな5万人とかかやっぱランウェイとか歩いてランウェイなんかコレクションしたくないコレクションコレクション俺ら関西コレクション関西でコレクションしたいということで関西コレクション出演決定え、これ誰がお前らもやいやいや、それやばいっすよお前らがランウェイするんや、ついにこれ単体じゃなくてですか単体じゃありません単体ではありませんお前らランウェイするってことですかランウェイ逃げるではないランウェイ逃げても捕まえるけどよさてはエデンエレン出店ですかエデンエレンが来ましたほんとほんとはいえ、ほんとなんとエデンエレンで枠いただきましたこっちの方がすごいこっちの方がすごい
これ俺らじゃない方がいいじゃん。いやでも、いやでもそれはマルフォイみたいなあの人じゃない。いや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 、俺言いましたよね、みんなとカンコレ、確かに確かにカンコレみたいなね。はいはい、あれでもワンピースぐらいで目だと思ってました。9月5日。いや結構近いし、近いな、結構近いし。大丈夫、なんか大学院のなんかとかぶってないかな、その時期。結構なんか怖くない？急に深夜の話すな。京セラドームないでもマジ？え、デーレすごくね。まあまあみんな出てほしかったという、私の希望でございます。逆立ちだけど。逆立ちで。まあ一応でもまあ何やってもいいよって言われてるんで。だから今のうちに、まあもちろん大物の人もたくさん来るから堂々とあのウィースみたいな。確かに。あまおじけづいて、やっぱ一般人気取りはもう終わりなんですよ。もう楽屋の立ち振る舞いから。あ、じゃあお願いします。楽屋の練習します。楽屋の練習します。どうも、初めて花です。どうも、初めてです。ひろまるです。すんです。すんるんだ。入りたい。パーティーです。追い出すと、ワです。関西コレクションに出場しまーす。今回、まあ、関西コレクション、ちょいいいか、お前ら。おーい、ほんまに2年前とはわけが違うんですよ、もう僕の中では。わけが違う。だって2年前なんか俺ここおってええんかなってなったもん。いや、そうなんや。正直で思ったよね。吉田あかりとか普通にいるから。で、あの頃の俺たちにはまだ早かったわけ。はいはいはい。なんか間違えた。まあまあ今でもちょっとなんかもう暗算とかしてるやつが出てええんかと思ってます。逆にみたいな感じか。はい。でも今回何がすごいかっていうと、なんとですね、今回はエデンエレンとして枠を設けていただきました。ありがとうございます。これはマジですごいんちゃう。はい、エデンエレンとしてこうステージを持たせてもらったから、もうその中でメインチャンネルに出てくれてるね、まあ、後輩たちと一緒にカンコレ出れるということで、これはもう名誉なことなんですよ。いや相当名誉でしょ。原さん、どれぐらいすごいですか。どれくらいすごいかっていうと、俺が明大の試験で全科式が解けるぐらいすごい。いや、そうだよ、解けたパターンあったやろ、それ。もうちょっとあったやろ、なんか。ただ、ちょっと明大受かってたら、今このステージないから。いや、まあ、それはそうだよ。これをステージと言ってしまう。しかも、カンコレに出るのって、このブランド15個ぐらいしかないから、多分。ブランド15個？え、15分の 1？ 15個ぐらいしかない。相当すごいやん。15個ぐらいしかなくて、そのうちの2つがもうエデエレと、まあ、だからヒカルさんのリザード、まあ、YouTuber やってるブランドは。なるほど。で、今ってもう YouTuber さんでブランドやってる人いっぱいいるじゃないですか。はいはい、いますね。でもなぜかここでエデエレが選ばれるという。いやもうすごいな、ほんま。これもうほんまにありがとうございます。すごい。ノエリもやった方がええ。ノエリもブランドやるんじゃ。ノエリもワークもらっていいですか。解明しますよ。チーム内で戦っちゃう。解明します。一生にないで、ほんま俺ないと思う。これはもう二度となくていいんすか。エレエレって宇宙突き抜けるみたいな。二度となくていい。いやエレエレって宇宙突き抜けるみたいな。そうだよ。第一宇宙ホテルがどうだとかさ、聞いてくれ。反対に浪人してよかったよね。で、そこまで遡んの。エレエレ だってあんな陰キャやった花尾が、全員反対生が京セラドームに立つっていうのが、俺はもう結構すごいことだと思う。いや、それはすごい。だって反対ってなんて地味な大学やから。そうだ、ほんまに。一番芋大学の反対が京セラドームに立って、しかもファッションのランウェイをするっていうのは、間違いないな。これはほんまに総長賞くれよ。でも実際でもクイズ番組とか見て反対出身の人見たことある？ないな。ないやろ。ほんまに。なんか魅力ない大学みたいな。そこになんか少しでも貢献できたら、ちょっと嬉しいなって。それは貢献してるでしょ、絶対。それは俺松本潤になるやから、今回のカンコレ。MJ になる。いや、それどうなったら松潤になる。いや、あのまずカメラに対して隙を見せないっていう。まずこれが1個ある。全部カメラ目線。全部、ね、カメラ目線。お客さん全員幸せにする気持ちを持ってるかどうか。それ偉い、それ偉い。これ結構でかいよ、それ偉い。いや、これほんま松潤絶対言うからね、お前ら5万人幸せにしてやるよって言って。それは強いな。で、2時間後みんな幸せになって帰ります。じゃあすん、もう YouTube、 まあね、自分がね、ちゃんと YouTuber という自覚を持ってね、もう悔いのないように自分がね、ちゃんと YouTuber として誇れるようなね、まあ、動画を作ってるんだぞという心持ちでラーメンに立ちたいな。なるほど。じゃあピロマルさん、本当あの頃めっちゃ YouTube が好きで、なんやろう、その学校で辛いことがあった時とか、不安なことがあった時とか、雨の日も風の日も、雨の日もポケモンの歌詞みたいなもんね。いやだけ。はい、YouTube をね見て、まあ、元気もらってたわけですよ。はいはい、なるほど。なんで、まあ、今花尾さんたちと一緒にやらせてもらってる立場になったからには、まあ、誰か一人でも多くの
元気を作りたい。元気を元気作る。小学生っぽいな、この言い方。一人でも多くの人を笑顔にしたいって、そういうことか。いわば松潤ってことね、お前も。いわば松潤、いわば松潤、また松潤子ね。つまりエンターテイナーであるってこと。エンターテイナーね。自信つけるための練習みたいなのした方がいいんじゃないですか。我々ちょっと自信足りないと感じましたけどね。例えばなんかめっちゃ練習したからもうこんだけやったから大丈夫やろみたいな、なんかそういうの欲しいっすわ。じゃあなんかやらないっすよ、そういうの。やっぱ僕ら予習復習大事なんで。予習復習大事、ほんまに。俺え何人で出るのこれって。俺ら8人ぐらい。8人、ここの8人。ここの8人で出るの。ここの8人で出るんやったら、ここの8人の絆みたいなものがもっとないと。確かに。そのだって8人のステージなわけや、その瞬間。なるほど、ね、でなった時に無人島じゃない、やっぱり。お前は初めてやろ。